さっきのモンキーパークのところでちょっとまあお猿さんと遊んだんでね、多少こうやって汚れてしまったりしたんで、今ちょっと車内で着替えてます。こういう時ね、高さのあるこういったキャブコンはね、目隠しもできて着替えもしやすくてめっちゃいいですね。今一応次のね、目的地のアジアンオールドバザール着いたんですけど、その前に着替えを済ませました。よし、じゃあ着替えも終わったんでね、行きましょう。すぐそこなんで。はい、じゃあこちらもう一気にね、異国な感じが出てるね。すごいもんだね。時間はね、10時から18時だから、今のところ15時半とか16時ぐらいなのかな。まあそんな感じで行きましょう。時計回りね、こういう感じで回してみればいいかな。はい、これで今日唱えたことになってるのかな。すごいな、ね、え、一個一個なんかね、情報がちゃんと看板で立ててね、面白いね。歩ってるだけでも面白い。人力車的な力車って書いてあるの。これはおしゃれだね。仕事になりそう。めっちゃ可愛い。これ現地から買い付けてるってやつでしょ。してから色塗りしてね。かわいいじゃん。これちょっと小物結構安いし、なんか買おうかな。見て、ちっちゃい川。新橋だろ、新橋。いいね。すごいね。タイ、ベトナム料理だね。まあ、タピオカかやっぱ。一応フードが11時半から17時、ラストオーダーは16時だね。テイクアウトは16時じゃなくて17時まで持ち帰れるってことだね。なるほど。バリ島市場、ウブドナス。階段のことどこだ。バリ島タイはインドネシアなのかな。インドネシア料理だけど、ナシゴレン。ダメかな、食べてみたいな。じゃあ、いちごラッシーを買ってみました。ラッシーって何なんだろうね、何のことなんだろう。いちごミルクなイメージ。いただきます。なんだこの不思議な。うまいけどね。うまいよ、うまいんだけど、なんだろう、すごい食感が面白いです。ゼリーみたいな感じ、うん、ヨーグルトか、いちごヨーグルトゼリーみたいな感じだね、うん、うまい。ハンモックやないか。ちょっと寝てみようかな。寝てみよう。靴脱いで、一回座っちゃって、おお、ということでね、アジアンオールドバザール、ちょっと来るのが遅くなっちゃってね、あのご飯とかちょっといただけなかったんだけど、雰囲気とかもめっちゃ楽しくて、またぜひ来たいと思います。それじゃあそろそろ夕方なので帰りたいと思います。
はい、ということでね、すっかり暗くなってしまったんですが、なんとかですね、城の湯 RV パークさんに到着いたしました。もうね、チェックインとお風呂先に済ましてしまいました。ちょっとね、お風呂のチェックイン時間が結構短いので、撮影とかの前に先に終わらせてしまいました。すいません。で、こちらの RV パークの詳しい詳細がこちら。で、時刻が今8時になります。で、まあせっかくなんで簡単な調理だけなら OK ってことで、こちらパスタです。はい、パスタを作って、今日の夕飯としたいと思います。で、パスタはちょっと茹でるのに時間かかるんで、その間にこの冷蔵庫で冷やしておいた、はい、ジーマです。このジーマとちょっとしたおつまみでね、お酒を飲みつつ、まあ軽くなんですけどね、パスタができたらそれで食べるという形で夕飯を取っていきたいと思います。それじゃあ早速ね、このキッチン初めて使います。コンロと水道がありますね。ちょっとね、飲み水の方は汲んでないんで、この RV パークにある炊事場から水を取ってきています。はい、こんな感じのね、お鍋用意しました。おー、なんかいいね、やっぱね、ここに鍋が1個あるだけでちょっとキッチンっぽさがさらに増しましたね。そしてね、ガスをセットする必要があるので、ここですね。はい、こんな感じでガスを2本セットしましたら、ここのコックを開ける方にね、向けます。ちょっと見づらいかな。そしたら、つまみをひねって、火がつきましたね。はい、これでね、パスタを茹でられるまでちょっと待ちたいと思います。本当に家のキッチンで料理してるみたいな感じだよね、高さ的にも広さ的にも。さて、それではこのジーマとこれです。3種のチーズアソート買っちゃったんでね、これ食べていきたいと思います。それではお酒飲みたいと思います。ジーマね、僕の大好きなジーマ。よし、いやー、風呂上がりのお酒だよ、いいね。それではキャブコン旅1日目、お疲れ様でした。カン。あー、うまっ。最高ですね。で、まあ、チーマと言ったらチーズですよね。違うか、ワインか。うん、濃いな。うまっ。このチーズはね、コーダチーズっていうらしい。うん、いや、いかがでしたかね、今日のモンキーパークの様子は。もうね、大興奮だったんだよ、自分。撮影外でもね、だいぶ興奮してやってたから、まあ汗びっしょりだしね、じゃれ合いすぎて服は汚れるわね、大変でした。カメラが例えば2台とかあればね、ゾーライトとかもやってみたかったけど、まあちょっと並んでたんで、また次の機会っていうことにしました。まあでもね、餌やりはできましたから、非常にね、鼻がもうね、この寸前まで来ましてね、吸ってるんですよ、なんか空気をスーって、なんか感じ取ってるのか分かんないけど、あの感じは迫力満点でしたね。じゃあレッドチェダー、うん、うん、濃いな、これもこれの方が濃いな。うまいな、チーズ、うまっ、うまっ。まあ、ワールドモンキーパーク行った直後のね、車の中でもお話ししたんですけど、まあ、襟巻きキツネザルが可愛すぎてね、これ飼えねえのかなみたいな風にもね、思ったね。もう飼いたい、もう可愛すぎて、もう連れて帰りたくなってしまった。襟巻きキツネザルと二人旅、どうですか皆さん。まあね、いろいろ飼育場難しいんでしょうけどね、まあそういうのもいいかな、楽しそうだなと思う。じゃあこの最後のチーズが、この三角のやつ、カンポゾーラだって。うん、うん、うまっ。ちょっと臭みがある系のチーズだ、これ。いや、うまいな。僕4種のチーズピザとかのね、ゴルゴンゾーラがたっぷりの部分とかめっちゃ好きなんで、結構臭みのあるチーズ好きなんですよ。これ美味しいわ。これ最後に取っとこう。美味しい。
はい、そうこうしているうちにお湯が沸きました。おお、いい感じいい感じ。じゃあパスタ入れていきましょう。じゃあパスタ入れます。よし、 100g ですね。はい、じゃあパスタ完成です。茹で上がりました。でちょっとザルとかが何もないんでね、こう箸で湯切りしてチャーンってなんないようにしないとね。よっ、あ、いいじゃんこのお皿。ちょっと急遽100均で用意しました。でここの味付けなんですけど、まずはバターを入れます。カップバターね、やっぱ使い切りをこういう旅では使いたいからカップを用意しました。でこれを入れます。でちょっとまあ和えましょう。そしたらあとこれね、松茸の味、お吸い物。もうこのパスタ教えてもらってからもうずっとやってますね。かなり好きなんですよ。視聴者さんに教えてもらったやつですね。これも和えます。はい、じゃあ味付けは完成でございます。いいね、美味しそう。はい、完成しました。本日の夕飯はシーザーサラダと松茸の味お吸い物パスタです。いやー、だいぶ腹減ったからね、これもガツッといただいていきましょう。それではいただきます。まずはサラダからね。まあこのサラダはね、普通に買ってきただけなんで、まあ普通に美味しいと思うんですけど、うん、美味しい。やっぱクルトンが入ったサラダって美味しいよね。それではこのジル520で作ったお吸い物パスタいただきたいと思います。しっかり茹でれたからね、まあ美味しいでしょう。いただきます。うん、うまっ。かなりうまいね。やっぱ裏切らない味だわ。美味しい。うん、美味しい。もうキッチンが広いからさ、もう無駄な時間がないというか、本当家で作るぐらいの時間と効率で美味しいパスタを作ることができました。最高だね。やっぱ車の中なのに立って調理できるっていうのはね、やっぱり僕が乗ってる軽キャンとはまた別になるんで、なかなかいい感じですね。これが走るんだもんな、羨ましい。はい、ごちそうさまでした。うまかったです。それじゃあもうね、時刻も10時前なので、まあ歯磨いたりね、明日の着替えを用意したりして就寝していきたいと思います。はい、ということでちょっと今歯磨いたりね、明日の準備してきました。そしたら今日はね、初めてのキャブコン宿泊ということでね、ベッドがいろいろあるんでね、どこで寝ようかなってやっぱ悩んでたんですけど、まあやっぱこのクラスのキャブコンにしかないものといえばバンクベッドですよね。ということでこの広々バンクベッドで今夜はね寝たいと思います。それじゃあとりあえずベッド展開をしていきましょう。じゃあまずはこれね、ストッパーを外していきます。こんな感じで平らにすれば OK。 あとは引くだけ。おお、引き出せました。じゃあマットをずらしましょう。ラダーも取り出してと。じゃあさらにもう一段階引っ張って、よし、できました。なんて広いベッドなんだ。すごい広いね。完成でございます。じゃあラダーをね、ここのフックに引っ掛けていきましょう。ここに刺して OK。 よし、いい感じですね。オーブンに登っていくとバンクに行けるという形ですね。で今回電源サイトにしてるので、まあちょっと蒸し暑いからエアコンの自動モード26度に設定しております。もう外部電源につないでるからね、エアコンのバッテリーなどの心配は一切ありません。いいね、この環境。こうなったらもう家だもんね。それじゃあ消灯していきましょう。で今回は一応お借りしてるものなので、寝袋を持参しております。はい、じゃあここに敷きましたベアーズロックの寝袋です。
まあ、もともとここがねクッション性かなりあるんで、このままなんか敷きパッドとか敷くだけで寝れると思うんですけど、まあとりあえずね、汚さないように寝袋敷きました。これも結構肉厚だからさ、まあ快適に寝れると思います。それじゃあ消灯していきましょう。よし、ちょっとね見えづらいかもしれないんだけど、こんな感じで寝袋に収まってみました。あとはここの上の電気を消せば真っ暗になります。で、一応夜トイレとか行くときに足元が見えないとラダー降りるの怖いんで、足元のフットライトはあそこをつけてあります。それじゃあ寝ましょうかね。あー、どんな感じだろうこれ。これかなり楽しいね。ほんとやっぱ秘密基地というか、2階のこの屋根裏にいるみたいな。いやー、これすごい楽しいよ。なんか思い出になるよね、本当に。なんか普通のカプセルホテルよりも豪華なカプセルホテルみたいなそんな感じ。いいね。これが運転席助手席の真上にあるんだもんな。それじゃあ就寝しましょう、そろそろね。今11時ぐらいかな。よいしょ、電気消します。まずはあの足元の方消そうか。うん、消えたね。で、このスポットライトをよいしょ。はい、ということでね、この後ここで寝ていくんですけど、明日は朝ちょっと軽く朝ごはんを作って食べます。やっぱね、こういうキャブコンの朝っていうのは、まあちょっと朝日を見ながらコーンスープとかねなんかそんな感じのを考えてますけど、そういうちょっとエクセレントなモーニングをね、楽しみたいなと考えてますので、まあちょっと早起きなんだけど頑張って起きようと思います。で、明日はまた那須の方に行きまして、まあちょっとアクティブなのかな、そんなような遊びをしていきたいなと思ってます。ということでね、本日の動画は以上になります。皆様ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。